bring you the true rockers here from sunny LA. We're gonna burn down the house tonight. Marty and Rolly live in Fujiyama. Let's rock it! ここにロックがあるから、いやロック Fujiyama。 さあ今夜もオープニングから熱くなったところで、今夜のロックのゲストを紹介しよう。日本のロック界のリビングレジェンド、ミスヨーカマヤツ。ミスヨー、Welcome to Rock Fujiyama。 Thank you for 呼んでくれて久しぶりです。久しぶりですね。はい、久しぶりです。ドライバーハウスでセッションさせていただきました。その前に一緒に麻婆豆腐食べたんですよ。やっぱり麻婆豆腐ベリー辛いらベリー辛い。ところで釜谷さんが最初にガツンときたロックの曲は何ですか？ I can get no。 いい曲。癒しのロック、鼻歌湯。ミス鼻歌湯へようこそ。お客様のロックスピリッツを理解するために鼻歌を披露していただき、それをマーティがギターで感じ取ります。いいです。The Kinks know all day and all of the night. Bingo! Wow! そばでギターさ弾いてるの聞くとさ、興奮してさ、オケを興奮にしてる。Eric Clapton の Crossroads じゃないですか。ビンゴ。
ということでですね、今日の花歌ムッシュのロックスピリッツをより分かっていた花歌王はマーティに決定。高原のお嬢さん知ってる？お待ちましょう。この後イギリスから早引き軍団が襲来、ギターバトルが勃発。ここにロックがあるから、いやー、ロック富士山。さあ、今日もオープニングから熱くなったところで、今夜のロックのゲストを紹介しよう。日本のロック界のリビングレジェンド、ミスター鎌谷君。癒しのロック、花歌湯。ミス花歌湯へようこそ。お客様のロックスピリッツを理解するために花歌を披露していただき、それをマーティがギターで感じ取ります。いいです。久しぶりです。久しぶりですね。はい、久しぶりです。ライブハウスでセッションさせていただきました。その前に一緒に麻婆豆腐食べたんですけど、やっぱり麻婆豆腐ベリー辛いライカゲルベリー辛い。全部中国好きだね。ところで鎌谷さんが最初にガツンときたロックの曲は何ですか？ I can get no。 いい曲。Rock Carnival tonight with Mr. Kamayatsu.